いやいやいや、参りましたね。地獄の選択でございます。東京都知事選挙なんですけども、経歴詐称対二重国籍、ああ、これもちろん疑惑ですよ。疑惑なんですけどもね、小池百合子さん対蓮舫さんということで、第3の候補はどこに行ったんだと。いや、もうね、どうしたらいいんですか、これは。で、現状なんですけども、まあね、今の段階なんですけども、この小池百合子さんか、もしくはあこの、ね、蓮舫さんってことになりますね。まあ、この2人が有力だと。で、もちろんね、あの石丸さんなんかも出てますけども、もし現状のまんまと 行ったとすればまあこの2人のどちらかというふうに言わざるを得ないんですけどもどうかしてるでしょう皆さんでね東京都民の皆さんに言いたいんですけどもこの2人選んでいいんですかおかしいですよよく考えてくださいね人気投票じゃありませんこれだけはっきり言っておきますちょっとね頭を使っていただければこの2人はないだろうとわかるはずなんですけどもじゃあね今回はねフラッシュの記事から行ってみましょう 地獄の選択、ここに書いてあるんです地獄の選択、都知事選に二重国籍騒動、あ、騒動っていいですね、蓮、え、舫、ー、氏出馬、学歴詐称疑惑、小池氏との戦いに悩める都民ということで、で5月27日、ね、立憲民主党の蓮舫参議院が東京都知事選への出馬を表明したと、はい、そういうことになってきましたけども、まあ、この二人ね、どういうことになってるんだと、ただね、一個だけね、面白いことがあるんですけども、これね、真ん中にちらっと書いてありますが、これ蓮舫さんね、この出馬会見で、 自民党政治に手を貸す小池政治をやめることが私の使命と言ってますのでこれはねおそらく蓮舫さんはこの学歴差症についてはガンガンこれはね差しに行くんじゃないかと私はそう思っておりますねだからね非常に面白いんですよ、えー、今こう考えられているのはあの小島さんが告発するということは考えられているんですけども、えー、で小島さんがねこれ告発するだけですとマスコミがあんまり騒がない可能性があるんですよねでも立憲共産に押された蓮舫さんが出てくるとこれはマスコミも学 歴史詐称のことを今まではね隠したんですけども出さざるを得ないというね状況になると思うんですよ相当これで票を食われると思いますで前回は立憲共産というのはあの宇都宮検事弁護士を出してきましたけどもさすがにねいやそれなりに取りましたけどもさすがに地味ですよあのお父さんがね出てきてもでそれと比べますと蓮舫さんはまあこの華やかさってところではもう圧倒的にありますし知名度も宇都宮さんよりもこれは圧倒的に上回るとだから相当数取るというのはこれは当然予測できますそして。 そして今回、もうね、小池さんの陣痛力も落ちてきました。そして蓮舫さんがね、かなりガンガンガンと経歴詐称の辺りやるはずですから、相当数票を落とすと思うんですよ。つまり、前回は小池さんがぶっちぎりだったのが、かなり票が流れてきます。でもね、この小池さんの票がね、この蓮舫さんに行ったんじゃ意味がないんですよ。他に行かないと意味がありません。じゃあ、記事続きましょう。でで第3の候補やっぱりここになるでしょ 石丸新二市長が出馬を表明しているほか多くの候補,者候補者が出る見込みとなっているといやー、うん、でもねでさっきも言いましたようにこう第三の候補の頭というのはこれは石丸さんまあ現状じゃそうでしょう石丸さんがね第三の,の候補者の筆頭ということになりますよまあ当選する可能性というのはこれは限りなくないわけなんですけどもそうなりますで他の候補者なんですけども例えばねいろんな人が出てますけども基本的にはもう当選する気なんかさらさらないわけですよ。まあそういう人たちがね、まあ あとはこれはね立花孝さんとこれですよ N 党がこう30人出すわけなんですけどもこれもね皆さんどう思いますだってねこの30人まずね2つ問題があると思います1点目は自分たちが東京都知事に当選するなんてことはどう考えたって思っていませんよねこれは明らかでしょで2つ目なんですけどもあの当選しないと、うん、これは分かっていたとしてもですよでもね何かを訴えたいんだと当選するわけないんだけども東京都知事選挙 今日立候補して俺はこんなことを訴えたいんだという熱い志があればですよこの30人の中の誰かにねであればまだ私は出てもねいいのかなって気がしますけどもはい果たしてね立花さんとこの30人はみんなそういう意思持ってますかでそういう意思持ってなくても出ていいんでしょうかともう僕はねこれがどうしても気になるんですよ立花さんとはねこの世界ね非常に一石を投じた人で私も、ね、極めてね頭も切れるんでね有能だと思うんですけどただなんでねこういうことをやるのかわけわからないんですね で堀右モ門はえ「ゆり子対蓮舫」とかマジで泥仕合とはいその通りでございますで今度はネットの声ね「都民は選べたくないけども選ばないといけない地獄の選択をまたするのかと」と、えー「都民にとっては地獄の選択肢小池か石丸かはたまた蓮舫かちょっとはマシな人が出馬しなくちゃだめなんだけども自民は負け続けていて及び腰になってるんだよなそうです自民が出さないんですよで二重国籍と学歴詐称かとも据えだとまあ嘆き節ってことになっちゃいますね当然でしょうでこれね 小池氏をめぐっては元側近、これね、小島さんです。 小池氏が学歴差症の隠蔽工作に加担したと告発する記事を文藝春秋が減災、えー、注目を集めています、えー、蓮舫氏は出馬会見でこの件に触れここですよね出馬会見でねこの件に触れたんですよでおそらく多くの読者が感じたような高い信憑性があるんじゃないかなという感想は抱いていますとはいはいこれは面白いでしょうつまり選挙戦においてもこの点を攻撃するのではと見られていますといやいいじゃないですかでも,もう一回繰り返しますこれね蓮舫 さんが出なければマスコミはねこの学歴詐称についてはそんなに追及しないはずなんですよ前回と全く一緒でしょもう本当に汚いんですよところがこれでね蓮舫さんがねこういう形で、えー、この学歴詐称をバン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 ついていくとマスコミもね取り上げざるを得ないと思うんですよねだからやるんであればいいですかもう蓮舫さん出ること決まりましたんで学歴詐称ガン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 やってくださいよそこは期待しておりますとで一 ポ党の蓮舫氏もかつて二重国籍問題が報じられています。選挙候補に台湾から帰化と表記し、日本の国籍を選択したとしながら、実際には法的手続きを取っておらず、2016年になって、ようやく日本国籍の選択の宣言を行ってますとですから、私ね。まあ、さっきのサムネイルにこの二重国籍疑惑と書きましたけども、まあ正確に言いますとフラッシュが書いてますように。二重国籍騒動というのが、うん、正しいってことになるでしょう。でもね、やっぱりダメですよ。その当時ごまかしていたわけでしょ。 そうででししょうおかしいんですよだから私はね騒動という言い方はね適当に見えるんですけども適当じゃないと思いますその当時はごまかしてたわけじゃないですかもごもご言いながらねあっちだこっちだとか言ってたわけです私ねそれがね政治家としては絶対許せないんですよこれがそして蓮舫さんについてどうしても気にかかるのはやっぱりねこういう問題日本人まあねあの、まあ、国籍を取りましたから今ね日本人となりましたけどもやっぱりね出の問題っていうのはあるでしょう 本本当に日本のことは好きかかどうかですいや小池さんだって駄目ですけどもねあの流行り病の時にいろんな防護服とかそういうものを中国に送ってしまっていると。 ありえないことをやりましたよね。でも、この蓮舫さんに関しては、その二重国籍騒動まあ、騒動にしておきましょう。騒動のこともありますし、やっぱり自分の生まれというのが日本じゃないというのは、日本にどんだけ愛着を持っているかっていうのは大きなね。疑問を持たざるを得ないんですよ。で、そんな人が東京のトップになっていいと思います。これってあってはならないことですよ。で、しかも大昔20数年前でしたっけ？えー、これ雑誌で語ってますよね。日本の国籍を取るのは便利だからと。 言ってますいいでですすすかこの問題もう一回出すべきですよ日本国籍を取っているのは便利だから取っているんだとそういうことを言いましたよね。しかもこの雑誌の編集長の責任者というのが有本香織さんだという、ねえー、ことでございましたと。でね、あの発言のことをしっかりに説明してください。どういうシーンで言ったのかでしょ。そのシーンを教えてくださいよ。そうじゃなかったらね、東京のトップなんかありえないでしょ。でも彼女は絶対に逃げ続けますね。はい、私ど、ね、どんどん,どん,どん追求して 行きますけども、こう彼女も絶対それから逃げていくんですよ。どんどん、どんどん全速力でね、もう出して逃げていくはずなんですね。そんな人物ダメでしょ。で。 そこででなんですよ、うん、まあこれはね可能性はどうか分かりませんけども蓮舫さんが出ましたそしてさっきの雑誌の編集長ねその時の責任者が有本さんですよこれで有本さんあたりが出たら面白いですよね私は二十数年前蓮舫さんに質問、えー、蓮舫さんにね出ていただきましたその時彼女はこんなことを言ってるんですよで、ね、雑誌を片手にね、えー、こう大きな声で演説をしたら面白いんじゃないかと思うんですけどもね、うん、まあどうでしょうね私ね ウルトラ C は十分にあると思っております。でね、この当選動向よりも、まあ、日本保守党なら保守党、まあ、他のところでもいいんですけども、出てね、しっかりとね、この小池さんや蓮舫さんのおかしなところを追及するという候補、それには出てほしいと思っていますえ。そういうことであれば、維新でも何でもいいですよ。この2人をしっかり追及して、まだ全く気づいてない都民の目を覚ましてください。でね、都民の皆さんに言いたいんですけども、人気投票だけやめてくださいね。今まで小池さんだったんだけども、 蓮舫さんというなんか有名な人がまた出てきた後とじゃあ今度は蓮舫さんにしようかなみたいなこんな感じで投票する人残念ながら100万単位でいる可能性があるんですよ。 まあもうはっきり言いますよ。レベルが極めて低い都民と言います。言わせてもらいます。だってレベル低いでしょう。こういう事情で選んだらだね。で、ちゃんとしたね、確固たる政策とか信念とか思想、信条を持って、私は蓮舫さんにやってほしいとお。そういうのであれば私は何にも言いません。どうぞ投票してくださいと。文句一切言いません。だってね、それはその人の思想、信条と、ちゃんとした選択基準を設けています。で、やっぱりいけないのは、今言ったように、なんとなく有名だから、ね、小池に飽きたから、今度は蓮舫が なとこの類の人だけ、本当ね、迷惑だからやめてほしいと思いますね、そして今まで選挙に全く行かなかった人、しっかりと政策をこう聞いて、比べてですね、どっちがいいか悪いかというのを私はで決めてほしいと思います。 しかしながらこの人が強いというのはねもうこれはもう、うんまあ、どうしようもならない事実があるわけでしてでね出てくるってことはそういうことでしょうこれ彼女は勝つと思ってるんですよしかもあの学歴詐称に関しては大したことないだろうと一部で騒がれるけども知らん顔してバジ豆腐でいればまあさらーっと流せるだろうなと思ってるわけなんですよででそんな人物にね東京都知事3期目やらせていいんですか で残念なのはこういう問題、深い問題というのを知っている都民がどれだけいるかってことですよ、おそらくは、ね、多くの人が知らないでしょう。 最後1点だけ告知があるんですけども、ラジオ日本人の怒りチャンネル2をね、こう開始しました。あこれはねあの、テロップとかフリップ一切使いませんので耳で聞いているだけ家事の途中とかね、あとは仕事の途中でも聞けるような形で解説しました。こちらもぜひよろしくお願いします。あの概要欄の方に URL 貼っておきましたのでそちらから登録お願いします。はい、じゃあ今日の、ね、動画良かったと思う方、いいねボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。それでは。